久保さんなんかヒゲがないとちょっと若く見えますね僕ね <laughs> ちょっと初々ううしいみたいなどうですか久保さんあれ吉野さんなんかちょっと若いな若くなったなみたいなね <laughs> あの武将ヒゲにしましょうか前ねあの僕あのヒゲでこう動画を撮ってた時にあの武将ヒゲ吉野さんかっこいいですねって言われたことがあってあのまあね一般の人からするとヒゲ だらしない汚いみたいな身だしなみがなってないみたいなあるあったりするじゃないですか一部の人はねひげが生えて汚い身だしなみがないでもあるある人の女性はその武将ひげ男らしくてかっこいいですっていうなんなんですかねどこを切り取るかによって価値が変わってしまうっていうねひげの価値が変わるっていうねこっちの受け取り方だと汚ならしいだらしない不,あの不潔 でこっちの切り取りだとかっこいいねなんですよね。その男らしさみたいな。<laughs> 何なんですかね。だから僕はね、使い分けるっていうね。両,両方いくっていうね。もう両方いきますね。<laughs> そう。だって、ひげ生えてくんだもん、しょうがないですよね。髪の毛は抜けますけど、ひげ生えてくるんですよ、ね、うん。そう。であとね、ひげをね、ある程度生やした方が反りやすいんですよね。なんかこの、ちょっと出てるやつ。 だともうちょっとしか出てないから深剃りしないといけないから痛いというか、うんはい行ってらっしゃい。